こんにちは、箱根屋兄弟の忠則と申します。それではまた Life is Strange True Colors 遊んでいきたいと思います。兄の死の真相はタイフォン社が握っているらしいことが分かりましたので、そのタイフォン社の末端であるダイアンなる女性を追求していこうかと思います。そして私はあれですね、ライアンとのフラグを立てて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 最後に振ってやるっていう流れにできたらいいな、そういう展開になったらいいなと思っています。いきなりどちら様だっけ。あ、何その服いいじゃん。なんでいいんだライアン。ごめんごめん、名前出てこないわ。超能力があるって、私をおちょくってる。いや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 、おちょくってるように見える。私たちがそんなことするように見える。本当だよ。なんか表情細かくなったよね、何回も言ってるけど。私今何考えてる。嘘つきとかだろ。見える。なんか考えてくれてないと困るんじゃないか。うん、イラッとしてるでしょ。自分だけ知らなくてショックだったんだ。仲間外れにされるのが嫌いだから。うわ、マジ？オーラ出てなかったのに。そうか、テーブルサッカーだから誘ったんだ。ごめんなさい。まあね、ごめん。兄さんを思い出してすごく悲しんでたでしょ。ほっとけなくて。なぜそのメガネ度が入ってないの。気にしないで。でもマジで心が読めるなんてね、やばすぎ。あのメガネってもしかしてオーラをダイアンは来ると思うか。多分昨日もここで仕事してたしね。スーパーマンが鉛入りのメガネをかけてるみたいな、ね、あの事故のことで何かビビってるんだよね。それって何か隠してるってことじゃない。あれなんだといいけど。違う、彼女が来る前に作戦を考えよう。ダイアンだ。私仕事あるから任せていい。おう。あ、待って、また接客業かよ。そうだろう。さあ仕事の時間だ。俺注文覚えるの苦手なんだよね。あれだけプロの接客見せてやるって言ってたのに。ビールサーバー、コロラドの水道水ってやつ。お疲れ様です、ビールサーバー。よし、今日も頑張っていきましょう。お疲れ様です、ピーナッツ。衛生的とは言えないけど、今日も頑張っていきましょう。まあサービスってやつだし。お疲れ様です、バードウォッチャー。前回は会えるはずでしたのに会えませんでしたね。バードウォッチャーはみんなちゃんとルールを守るんだから。私が負けただけ、今年もね。そうか、本当惜しかった。なんというか、この男性はかわいそう。こんな愚痴に付き合わされて。皿を下げしますね。見てろよライアン・ルーカン、来年は私がバードウォッチング王になってやる。ライアン、熱くなってきたね。来年はどうなるかな。やられたんだ。なんだ。あ、てか待って、見渡すとだいぶ感情の色が見えますね。あれ、おばあちゃん大丈夫。エレノアさん、いらっしゃい。注文何言ったか覚えてる。アレックス、こんにちは。だいぶ失礼かな。そうだ、この間のことは本当にありがとう。すごく助かったわ。ならよかった。どういたしまして。どうかな。自分で何とかしなきゃ。ライリーには気づかれちゃダメ。なるほどね。安心して大学に行ってもらわないと。こんなことに一人で耐えてるなんて。私料理頼んだかしら。 Where are you? Go from long. ああ、あの曲聴きたいな。前はしょっちゅうこの店でかかってたのに。うん、知らない曲だ。マスターなら知ってるかな。マスターいない。マスター死んじゃったかな。あら、何のチェックポイントだ。あ、出てきた。ダイアン、ジェドそこにいたんかい。マスター、
らっしゃい。すぐ行きます。発音がライアンと似ててちょっとややこしいんだよ、お前の名前。行くぜ。さてと、さあ二人に声をかけよう。ねえ、こういう曲聞いたことある？お、 Where are you girl from Rome。 懐かしい。その曲は多分アラバスターデイドリームだね。アラバスターデイドリーム、昔は父さんのお気に入りだったんだけど、今では聞きたくもないらしいよ。ゲイブがいたずらでずっとかけてたからね。うん、なるほど。その CD は？多分ジェドがジュークボックスから外してしまったんじゃない？聞いてみれば。あれ、アラバスター、うん、そうする。あれ、アラバスター、アラバスターシンドローム。違った。アラバスターデイドリームって曲聞いたことないですか？デイドリームだって。こりゃ参った。まさかゲームから聞いたのか？まあ仕方ないな。カウンターの後ろを探してみろ。カウンターね。どうも。オッケーボス、あった。これを、よし、噂の曲を聞いてみよう。これだ。どうだい？お、色変わった。アラバスターデイドリームだ。でもどうして？気にしちゃダメ。誰にも褒められないけど、いいことしたぞ。おお、ちゃんとこう解決するといいことあるんだ。本来の目的を忘れていたぞ、ステフラ・ライアン。よし、来たね。そっちに移動すんな。作戦は？まだちゃんと決まってないんだ。2案あるんだけど、一つに絞れなくて。とりあえず行ってみ。案がないよりマシ。案があるならよかった。どんなやつ？まず私の案はこれ。ダイアンをデートに誘う。どっちが？マジで。私が彼女を連れ出して、その隙にライアンがこっそりパソコンを盗む。それを2階に持って行って中の証拠を見つけ出す。大胆だな。私とダイアンがどこまで行くかは、まあいっか。何それ、もっとマシな案あるんだよね？ある。でもやることはほとんど一緒だ。ただ俺が誘う。ライアンが行く。彼女がレズビアンじゃないのは見りゃわかるだろ。野生的ながっしり系がタイプなはずだ。俺に任せとけ。いや、ひょろっこい変なチョコがタイプかもしれない。別の案を考えよう。ちょっと別の案を考えてみようか。なんで？話して盗むだけだし 200% うまくいくよ。イケてる誘い役をちゃんと選べばね。私は選ばないからね。そう言わずに頼むよ。なんだそれ。おい待って、画面を入難で分かれるお前。いやー、ライアンヒゲ生えてるからな。今の時代ヒゲ生えてる人はちょっと敬遠されちゃうんじゃない？今のご時世に習ってレズビアンにかけてみよっか。ステフで行こう。もう気さく中の気さくだよ。私から見てもかっこいいしさ、ごめんね。よっしゃ、ざまみろ。はいはい。あれ、これってフラグ落ちちゃった？ねえ、まあいいや。そもそもの話、まだ何か盗むって決まったわけじゃないから、まず私が話してくる。彼女の感情を揺さぶれば心が読めるし、助けが必要だったら合図するね。ああ、どうぞ。ありがとう。ビンゴと動揺させれば何かわかるかな。真実は必ず突き止める。
いつも一つ。ハイフォンは責任逃れに躍起になってますけど、あの日の真実はいつか必ず突き止めますから。いや、だがこいつはどうかな。聞いて、あの件については我が社も公正かつ真摯に調査しているわ。どうかな。誰にどう責任があるのか私たちも突き止めたいと思ってるから、嘘じゃないわ。面の皮が厚そうだな。マックと違ってポーカーフェイスだ。本当はどう思ってるんだろう。ん？見れるか。心を読んでみよう。お、見れ、怒っている。嘘をついたり厄介事を任されるのはもううんざり。怒ってる。この怒りをもっと煽れば何かわかるかも。なるほどね。それって甥っ子と姪っ子ですか。仕事バリバリのおばさんなんて自慢だろうな。そうかもね。いい子たちだから私もいい手本になりたい。いい手本ね。果たしてそれがどういう手本なんですかね。十字架なんですか。教会に通ってるんですか。あら、教会通ってるのに。まあ昔は。最近はもう全然なんだけど、また行きたいわ。教会に通ってるのに嘘ついていいんですか。それであなたは身を潔白証明できるんですか。ステッカーは何ですか。誰ですか。大好きなの。あ、そうなんですか。ビールは何ですか。飲むんですか。平気。何回もビールやってたら怒るとかない。んー、これは。え、 E さんって才能ありますよね。ええ、そうね。なんで E さん。どこまでも誠実であれ。お、誠実であれ。ああ、それうちのポリシーね。あなたは誠実なんですか。誠実さを私に見せてくれるんですか。ダメか。さて、次はもっとダイレクトに心を揺さぶりたいな。もう記念碑って出てますけど、兄さんの記念碑、助けてくれ兄さん。あれは事故だったかもしれないけど、兄さんはあなたが勤めているタイフォンのせいで亡くなった。ぶっ込むね。それなのにどうして平気なんですか。おお、なかなかぶっ込むな。真っ赤になれ。それはその、いえ、私たちは保証も調査も全て行っているの。責任は果たしてるわ。はあ。あ、真っ赤ですね。ほくそ笑んでる。これで感情が読める。タイフォンへの怒りの理由を探ろう。あ、こっちに怒ってこなくてよかった。あれ、これだいぶあれだな、あのイベント的なやつだ。追求モード開始のやつだ。あー、世界が塗り替わるぞ。携帯？なんだ、乱雑だな。さて、何を隠してるのか教えてもらうよ。お、これは何だい？想定範囲内に収まるのよね。その、報告書に記載した通り、可能性はわずかだけど、爆破で岩が。イエスかノーで答えて。ノーです。あ、分かった。そうね、収まる予定よ。収まる予定？こんなところに転勤させられて、しかもこんなことになるなんて。あ、転勤してきたとか言ってたな。あれは何だろう。おお、なんかドライブがあるね。タイフォンが私に罪を着せる気なら戦ってやるわ。あ、証拠揃ってるから。ダイヤモン、なんか所詮あれか、切り捨てられる側の人間だったってわけ。あの USB メモリに証拠を隠してるんだ。例の作戦を使うしかないか。よし。一計ステフ、君の出番だ。どうかステフが、あ、ステフじゃない、どうかダイアンがレズビアンでありますように。いけいけてるお姉さん。
ケタロウ姉さん、あ、行かないの？ちょっといい？おお。あら、ステフ、何？どうかレズビアンで会ってくれ。どうなの？何のこと？恋人とかいるのかってこと。もし今いるんなら乗り換える先探したりしてない？おお、ぶっ込むね。あらそんなことを聞かれるなんてその前髪が役に立ってる。アレックスの前髪が役に立ってる。私の顔赤くなってない？赤いですね、オーラは赤くなってますね。あー、思いっきり赤くなってますね。お、ほんと？チークいらずねその、嬉しいわ。うまく答えられないけど。いや、気にしないで。ゆっくり考えてよ。答えは今度聞くから。あ、やばい、ダイヤそれじゃダイヤを変な道に。変じゃないけど道をそらしたような気がしなくもない。面白。ダイヤを目覚めさせてしまったかもしれない。どうやらあいつが首謀者じゃなくて切り捨てられる側にいたようです。さあ、ドライブを使って見てみよう。いや、意外に効いたな。あもうマジでやばい。いや、失敗しなくてよかった。緊張した。それでそのまま脈が生まれたらどうすんだ、ステフ。あのさ、ステフのせいで多分あの人目覚めちゃったと思うよ。またやっちゃったか笑えた。ほんと、あんなに最高のオチになるなんて。しかもおまけ付き。見てやろう。パスワードだ。そりゃそうだよね。しょうがないな。ライリーに頼もう。こういうのに強いし。ライリー。じゃあその間しっかりラープを楽しもう。帽子かぶって公園ね。ギターも忘れないで。あ、義勇詩人だからね。聞いていい？あの帽子だけど、もらえるの？それはラープの出来次第ってとこかな。お、じゃあ成功させるしかないな。抜け目ないな。で、みんなファッションセンスいいね。ああ、徹夜してなんとかね。あんなに複雑なの掘ったのは久しぶりだよ。よし、ギターと帽子を準備してから出かけよう。